羽生譲さん、3月11日に宮城でアイスショー、つながりを感じて、宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手、1994年12月7日生まれ、全日本空輸、ANA、所属、2014年ソチオリンピック、2018年平イオリンピック男子シングル金メダリスト、東日本大震災から12年を迎える3月11日、プロスケーターの羽生譲さん、 28が被災地から希望を発信しようと宮城県内でアイスショーを開催することになった。被災の日本テレビが9日発表した。ショーのタイトルは、波ユズルノットステレイタ。イタリア語で満天の星を意味する。ハブさんは震災当時、仙台市内のリンクで練習中だった。その日の夜、停電で暗闇が広がる被災地で空を見上げると星空が広がっていた。ハブさんは、 絶望感の中で見た満点の星に希望を感じたという。開催に先立ってハブさんは3月11日でないと届けられない気持ち。3月11日だからこそ持っていただける気持ちがあると思う。皆さんの中のそれぞれの3.11を思い出したり、人と人のつながりを感じられたりする機会になればとコメントを出した。章は3月10日から12日の3日間、積水ハイムスーパーアリーナ。 宮城県、理府町で参公演がある。ハブさんのほか、プロスケーターが出演する予定。公式サイトは h t t p s n o t e s t e r e t a c o m の別ウィンドウで開きます。池田涼。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。